様人の愛夢連接。おはよう、こんにちは、そしてこんばんは。昭和と令和のジャンクション、坂田麻凛です。この番組は昭和のカルチャーを愛する23歳坂田麻凛が今気になるネオ昭和のあれこれについておしゃべりをしたり、昭和時代の熱いアバンチュールや生かした生き様について調査していきます。はい、私ですね、9月に楽しい短い夏休みを経験しました。箱根にある富士屋ホテルに行ってきました。楽しかった。これね、おじいちゃんとおばちゃんと行ったんですけれども、この富士屋ホテルはジョン・レノンさんが愛したホテルなんですよ。もうね、ザ・日本の美というか、なんて言ったらいいんかな、本当に中に入ってみないと分かんないんですけれども、もうね、昭和感もありの、なんか世界遺産、もう文化遺産レベルでしたね。もう入った時にだいたい赤色がベースの、お部屋なんですけれども、もう日本の良さが分かるホテルでしたね。この富士屋ホテルは良かった。ほんでね、その室内プールとか、その温水プールとかも富士屋ホテルにはあるんですけれども、その温水プールもまたすごくレトロで、綺麗なのにレトロ、すごい状態がいいレトロって分かりますか？その汚い感じではなくて、綺麗な昭和感があって、でタイルでできていて、ヴィーナスとかもの、彫刻とかも置いてあったりして、で貸し切りだったんですよ。私以外誰もお客さん入ってなくって、温水だから人多いかなと思ったんですけれども、いなくって、もうなんて言って、もう本当に幸せで、でスマホで昭和の音楽を流しながら、昭和アイドルの音楽を流しながら、こうビート版でね、私泳ぎあんまりそこまで上手じゃないんで、ビート版で泳いでたんですけれども、すごくその室内プールも良かったですね。でもね、ちょっと冷たかったな、ちょっと寒いぐらいでした。ほんで脱衣所で、プールってね、自分の脱いだ水着を脱水する機械って大体あるんですよね。水を絞ってくれる機械、あれがないともう水浸しで持って帰らないといけないから、でさあ脱水しようと思ったら脱水機が壊れてたんですよ。でもうびっちょびちょのまま、室内、こうなんて言ったらいいですか、袋に詰めて、で部屋で干したっていう、まあどうでもいいエピソードなんですけれども脱水機の大切さを知りました。富士屋ホテルもう一回行きたいな、もう一回行きたい。もう自然、もう周り窓開けてもね、森だらけ、であれって窓、そのホテルの中の窓が網戸がないんですよ。網戸がない作りになってて、でこう空気の入れ替えをしようと思ったら、こう窓を開けたらもうすぐに網ないから虫とかも入ってくるんですけれども、そう開けた時にね、鳥が入ってきて、本当ですよこれ、こうパッと入ってきてね、うんちをしていったんですよ、糞を。それが思い、それもちょっと嫌な思い出って言ったら嫌な思い出ですけれども、それぐらい自然の中にある素敵なホテルっていうね、はいです。ぜひ皆さん、富士屋ホテル、なんか PR みたいになってますけれども、全然その PR とかじゃないんですけど、ただただヒットでしたね。これはもう一回行きたいと思えるホテルでしたので、ぜひ行ってみてください。温泉も気持ちよかった。それでは番組スタートです。愛夢伝説マリンダイヤル2024。今日は子供たちの社交場、駄菓子屋さんを営む女性に電話をかけようと思います。まずは簡単にプロフィールをご紹介します。神戸の駄菓子屋さん、淡路屋店主伊藤由紀さん54歳、創業1958年、神戸の和田岬の駄菓子屋さん、淡路屋の3代目店主で、25歳の時に2代目だったお母様からお店を引き継ぎ、現在も昭和のまま時が止まったようなお店として地元の子どもたちを中心に愛され続けています。ちなみに淡路屋ではおよそ200種類の駄菓子を販売し、メーカーから新商品が出た際には必ず仕入れているそうです。お店の名物は伊藤さんの手作りの100円ミニクレープ。それでは電話をかけていきます。
もしもし、坂田真凜です。はい、昭和44年生まれ、伊藤由紀、54歳です。伊藤由紀さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。伊藤さんはですね、駄菓子屋さんを、はい、されてる淡路屋さんという、はい、駄菓子屋さんをされているということなんですけれども、はい、この伊藤さんの子供時代についてちょっと知りたいなと思って。はい、どこ生まれとかですか？ね、あのここでこの今の場所ではないんですけど、はい、すぐ近くの吉田町っていう、あの一つ隣の町で、あの生まれました。どんな子供時代を過ごされてたんですか？夢とか、なんか子供時代ね、どうだろう。ね、ちょっと妹と年が離れてて、はい、5つ違うんですけど、で、あのおばあちゃん、ここの、あの淡路屋の初代のおばあちゃんが、はい、やっぱり初孫やったんで、はい、すごい、あの褒めて育ててもらいました、おばあちゃんから。優しく、はい、優しかったです。伊藤さんは今3代目ですね。はい、今3代目です。末永く続くお店、素敵ですね。はい、うん、伊藤さんの子供の頃の将来の夢っていうのは何だったんでしょうか？将来の夢ね、はい、やっぱりあのおばあさんが喜ぶので、はい、店継ぐってあの文集とか書いてました。あ、はい、よく考えたらやっぱり小学校の低学年ぐらいから言ってましたね。そんな早くから夢が、はい、おばあちゃんでもそれ喜ばそうと思って書いて、はい、てるだけやったんですけど。なるほど、 それを言ったらおばあちゃんが喜んでくれる。そう、喜ぶからね。それがなんか、はい、うん、いつしかでも伊藤さんも本当に夢だなって、はい、本当になってしまいましたね。いやー、いいですね、それは。ね、もうおばあ様も大喜びでしょうね。ね、そうですよね、はい、多分喜んでくれてると思います。じゃあその駄菓子屋さん、うん、にを継ぐっていう以外にはなかったんですかね、うん、そのちょっとこれになってみたかったなって。でもね、ちゃんとあの高校卒業してから5年は、はい、あの元町で働いてたんです。へえ、はい、はい、ちょうどバブルの最後ぐらいで、はい、もうめちゃくちゃ好景気でしたけどね。うわー、バブル経験してみたい。臨時ボーナスとかもらってたんで。そうなんですね、はい、じゃあ働いてたけど、やっぱ継ごうっていう、どういうそのお仕事をされてたんですか？そうですね、はい、やっぱりね、まあ、母もいてるんですけど、はい、あのおばあさんを淡路屋のおかみさんで死なせたかったんです。あの、うん、店を辞めてしまうと、はい、ただのおばちゃんになってしまうでしょ、はいはい、じゃなくて屋号がついて、そこの店主 あのお母さんが亡くなったっていう風に、うん、あのしたかったんです。なるほど、はい、そうだったんですね。はい、何もあんまり考えんとずっと続けて、おばあさんがまだね94歳まで生きたもんやから。いや、長生きです、はい、その辞めるきっかけもなく、うん、はい、それで続いてしまった、すぐのも多分それが大きかったなと思います。屋号を残すっていうことが、はい、はい、その伊藤さんは、うん、その継ぐまではどういうお仕事をされてたんですか？ね、元町で中国 の、はい、あの貿易の仕事してました。あのなんかすごい、はい、上海ガニが入ってくるとか、はい、あと衣料品ムートンとか、はい、刺繍門が入ってくるとか、すごい大きなお店だったんで、はい、なんか全国に発送したりとか。へえ、はい、そんな仕事をしてました。バブルの時ってやっぱ景気も良くて、どういう街全体というか仕事もそうですか、どういう雰囲気ですか？毎日なんかもう祭りみたいでしたよ。いいな、なんかもう浮かれてましたよ。もう毎日がアフターファイブというか、毎日が金曜日みたいな。本当に景気良かったですからね。私はまだ10代で、はい、そんな、ま、何の恩恵も受けてないんですけど、はい、なんやろ、活気ありましたよね。浮かれてるというか。私もバブル経験してみたかったです、やっぱり。 ね、そうでしょう、はい、あれは一回味わってみたら、すごいと思いますよ。そこの中国の貿易のやり取りをしているところから駄菓子さんになるっていうところで、その前のお仕事に未練とかはなかったんですかね？ね、
あのそれまたバブルやったからね、お給料たくさんもらってて、はい、であの泊めていただいて、うん、あのしたんですけどね、なんかうーんと震災、まあちょっと開けてからすぐ震災やったんですけど、うん、はい、その時になんか事故でもなく病気でもなく死ぬんやと思ったんですよ、あの震災の被害見てて、はい、でしたらなんか好きなことをしていきなあかんと思ったんですよね、はい、その時。なるほど、自分のしたいことをね、その前がやっぱり仕事ではなかった、自分でやるっていうのがやってみたかったんかもしれないですね。なるほど、それであの昔からの夢の駄菓子屋さんになったっていうことですよね。そうですね、店をついたっていうことですね。はい、そうですよね、はい、いやでも人生一度きりなので絶対にね、はい、やりたいことをやった方がいいですよね。そうですね、絶対やった方が後悔がないと思います。いや、ありがとうございます。この淡路屋さんの歴史というものもちょっとお伺いしたいんですけれども、淡路屋はやっぱり祖母が淡路出身で、はい、であの淡路屋ってつけて食堂を始めて、はい、で朝は、早くから、開けて、はい、夜勤明けの人のために早く開けて昼パンってやってたんで、なるほど、それを見てたらちょっと食堂はあの難しいな、一人でね継ぐのは難しいなと思ったんですけど、はいはい、でやっぱりあの継ぐって言ったらおばあさんが喜ぶから、うん、ちっちゃい時から店は継ぐとは言ってたんですけど、はい、本当に継いでしまいましたね。いや素敵ですね。食堂の時はねあの大人の笑顔、夜勤を頑張る方に笑顔を届けてて、今は子供たちの笑顔を守り続けるというこの歴史ある淡路屋さんですね。でもめちゃくちゃ楽しいですよ。儲かりはしないんですけど、はい、やっぱり子供たちのはい、ああいうパワーというか感じますか、元気っていうのは、はい、やっぱりあの近くで見れて、はい、めちゃくちゃ楽しいですけどね。この淡路屋さんはいつからそのお菓子を中心に置き始めるようになったんですか。そうですよ、私3代目になった時に、うん、あのクレープ屋を始めたんですよ。あ、クレープ屋さん、あの近所の大人の、はい、女性社員の方が来てくれるかなと思って、はい、で開けた当日から子供しか来なくて、あーなるほど、ターゲット層的年齢層、あの子供たちが100円でも買えるようにと思って、うん、はい、あの駄菓子を置き出したんで、はい、あのそんなに教育にも駄菓子にもそんな興味があってやったわけじゃなくて、なるほど、はい、なんか成り行きでやってしまったんですけど、はい、そっか、やっぱオープン当初にね、うん、すぐに、うん、あの子供が来たらやっぱりお菓子中心になっちゃいますもんね。そうですよね、はい、明けてね1ヶ月ぐらいで震災やったんですよ。あ、はい、それであの朝にあの水とガスと電気が止まったん で、はい、で小学校に避難して、で朝はなんかサンドイッチを作るようになって、はい、最近までね朝あの6時とかにサンドイッチ売ってたんですけどね、おばあさんと一緒に。へえ、はい、この淡路屋さんのお店の名物は、うん、伊藤さん手作りの100円ミニクレープ。そうなんです、はい、100円でクレープが食べれちゃうという。そうですね、もうあの計算するんがもう怖くて、はい、もう申してないんですけど、はい、あのまあ、みんなが喜んで、ね、子供たちが買いやすい値段で買えれたらいいやと思って。いや、これは子供からしてもすごく嬉しいんじゃないですか。どんなクレープなんですか、ミニクレープ、ね、はい、あのミニクレープ10種類ぐらいやって、まあ、チョコレートカスタードとか、はいはい、甘くないのはツナとかエッグとか、はい、で裏メニューっていうのがあって、はい、あの生地をパリパリに焼くんがあるんですよ。へー、なんかゴーフルみたいな感じになって、こう割りながらこう生クリームつけて食べるっていうのが、それが裏メニューなんですね。はい、裏メニューなんです。やった、知っちゃった、絶対行こう。へー、はい、面白いですよ。生クリームにつける裏メニュー、いいですね。今までで一番やりがいを感じた瞬間とか嬉しかったこととか、あのその子供たちに言われてっていう言葉はありますか。そうですね、でもやっぱり今みんながあの子供連れてきてくれたり、はい、で最近はもう
その2、3日前は3代目ですよね。だから孫を、うん、を連れてきてくれたりとか、はい、そうなんですよ。初めてなんですけど、うん、成長見れるのがやっぱり一番楽しいですかね。それがね、親のように成長見守れるっていう、親のようにもうあんなにちっちゃかったのにとか言って、あんなちっちゃかったのにっていうのを、はい、みんながこう来てくれたりとか成長が見れたり、うん、ね、またそれがつながってるっていうのが嬉しくて、はい、そっからどん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 またつながっていくかもしれないですね。そうですね、みんながもうちょっと東京行ったりとか離れててもね、帰ってきて顔見せてくれたりするのがやっぱり一番嬉しいかもしれないです。じゃあその嬉しかったこととは反面に大変なことももちろんあったと思うんですけれども、そうですね、大変なのはやっぱり万引きも多いんですよね、やっぱり。なるほど、広いですもんね、はい、それ注意するのも大変やし、あと在庫っていうか細々したものが多いので、はい、はい、それをこう出したりするの、ね、管理するのが大変かな。でもそんな苦じゃないんですけどね、私、はい、だってちっちゃい駄菓子って言ったらやっぱりね、一口サイズのものがバーッと。そうなんですよね、ちっちゃいものが多いんですよね。いや、行ってみたいですね、本当に。はい、だからうとこね、レジがないんですよ、はい、だから、はい、消費税ももらってなくて、あ、全部私の暗算なんで、はい、その今またね、ちょっと値上がりして値段が変わったり、すごい変わってるんですよね、この3ヶ月か4ヶ月、はい、それでも必死に覚えて、わ、大変、全商品パッて見ただけで、だってね、思いつかないと、うん、すぐにお会計できないです。一生懸命売れるやつはね、覚えるのやっぱりね、出えへんのやけど、やっぱり200種類ぐらいあると思うんですよ ね、多分。大変でしょうね、これ全部覚えるのは。そうなんですよ、この中で一番、今それをかね、はい、必死で、うん、覚えないといけない。新しい、ね、ものを入荷したらまたそれもね、結構ね、入ってくるんですよね、新しいものって、はい、すぐ消えるんですけど、うん、なかなか定番にはならないんですけど、はい、月1ぐらいでやっぱり新しいの、なんか新商品みたいなのはね、出てくるんですよ。月に1回新商品が、駄菓子もあるんですね。あ、そうです、そうです。さまざまな駄菓子の歴史なんですけれども、お店で一番人気、売れてるなっていう駄菓子、お菓子は何なんでしょうか。あ、売れてるはね、サッカースクラッチ。何それ、ちょっと待って、ね、ジェネレーションギャップかもしれない。ラムネの、はい、くじ引き、 ラムネが1個入っててくじが入ってて、はい、で日本と対戦するんですよね、サッカーの試合を、はいはいはい、でブラジルが勝ったら100円、スペイン50円、はい、イタリア20円なんです。面白い、はい、それが一番人気かな。あれですか、ちっちゃいカップみたいに入ってる、はい、昔ヤッター麺みたいなの入ってるやつか。ヤッター麺もありますよ。ヤッター麺も人気あるんですけどね、はいはい、やっぱり、くじついてるのは、はい、駄菓子屋でしかないですからね、ね、スーパーとか、ね、コンビニでは扱えないので、はい、やっぱりそういうのは人気で、あと糸引き飴とか、糸引き飴ってどう、はい、そういう、個包装してなかったら、スーパー扱えないんで。なるほど、はい、そういうのはやっぱりここでしか買えれないから人気はあります。糸引き飴ってどういうものですか。糸引き飴ってね、なんかいちごとか、はい、こうブルーの飴、ちょっと大きめのブルーとか、はい、パインとかがあって、こう糸から引いて、あ、お下から取って、なるほど、箱に入ってて、はい、赤いいちごの飴、うん、ただまだ1個10円なんですけど、へ、はい、何味が出るか分かんないよみたいなことですよね。そうです、食べたことないな。私今検索をしてもらいながら、糸引き飴が何かっていうのを見てるんです、はい、美味しそうね。今後のね、はい、伊藤さん、淡路屋さんの目標であったり、はい、取り組んでみたいことについて教えてほしいです。はい、あ、そうですよね、今からもっと楽しくなるような気がしてて、はい、はい、年齢とも追ってくるし、はい、で今度なんか私ができることがあれば、ちょっと皆さんに教えて、ね、駄菓子屋さんがちょっと増えたらいいなって思うのもあるし。素敵ですね、はい、いっぱいね、はい、そういう駄菓子屋さんの文化を、その子供が減ってることもあるから、はい、あとどこに来
してもらえそうかなと思って、やっぱ海外の人かなと思うんですよね。あ、海外の人が行ってくれたりとかできるようなお手伝いができたら一番いいかなと思います。なるほど。今なんか SNS とかね、 TikTok、うん、Instagram とかでも取り上げてバズったらもうすごい外国の方が増えるって言いますから。そうですよね、はい、もうね、多分子供だけでは多分もうもともと薄利で安いもんなんで、はい、あの数を売らなきゃダメだから、うん、だから それ外国の方来てくれたらこの駄菓子屋の寿命がちょっとでも伸びるような気がします。確かにそうですね、はい、外国の方にもこの日本の駄菓子の良さっていうか、本当に知ってほしいですよね。確かにあんまり海外に駄菓子って、はい、和菓子ならねすごく海外にもあるんですけど、うん、ブームだと思うんですけど、うん、そうですよね、駄菓子はねあんまり聞かないかもしれない。駄菓子はね、でも今ね、ちっちゃい女の子とか子供さんをそのお父さんおじいちゃんが連れてきて、うん、買え買えって言うんですけど、うん、そのね、やっぱり子供さんを駄菓子屋を行ったことなくて、はい、見たことないから、うん、やっぱ買えないんですよ。何が入ってるかわからないから。あ、はあ、お父さんはね、うん、もっとこうたらええねんとかって言うてくれるんやけど、はい、だから、ね、その説明が分かれば多分めちゃくちゃ楽しいと思います、うん、そうですね、当たりつきがあったりとかっていうのが理解できたら、確かに当たりあったらもう一個もらえるんだよとかね。そうです、そうです、はい、いや、もっともっとこれからね、うん、ないとやっぱり、うん、結局やっぱりスーパーで売ってるのとかコンビニであって売ってるの買うんですよ。そう、結局そうなっちゃいますよね。そうなんです。したら、うん、いやー、もったいないな、せっかく駄菓子屋来てんのにっていう気にはなるので、はい、はい、いや、これからもっとね、伊藤さんが盛り上げてほしいですね、この駄菓子ブームというか。そうですね、なんとかね、今またすごい減ってるんです、今年に入って。そうなんですね。あ、神戸ね、まだ多かったんですよ、駄菓子屋さん残ってるのが。はい、はい、だからね、なんとかね、今残ってるところとまた新しい人が始めてくれるように応援したいです、うん、そうですね、私もちょっと淡路屋さん絶対行ってみたいです。このまずは100円ミニクレープの裏バージョン、裏メニューね。近くに、はい、私も通ってた駄菓子屋さんが残ってるんですよ、はい、で94歳で、現役で、はい、ボケてないんですよ。すごい、一人で、はい、駄菓子屋さんやってるんですよ。いや、これもぜひ行ってみたいですね、はい、もう私そっちの方年中無休なんですよ。ちょっと12月31日も、本当ですかそれ。1月1日も開けてもう本当に大好きなんですよ。そのルーティーンを壊したくないというか、それが長生きのコツでもありそう。レジェンドがすぐそこの近くにもいてるので、はい、両方近くにもあるんですね。近くにあるんですね。はい、一緒に、あの、もう来たら5分ぐらいのところにあるので、はいはい、ちょっとまた教えてください。この辺の校区内の子は2軒駄菓子屋がまだ残ってるから。いや、贅沢、はいはい、どっちも選べていけるんで、いや、来られた時はぜひ、はい、ちょっとまた、はい、絶対に行かせてください、はい、ぜひぜひ。ありがとうございました、はい、今日は楽しいお話聞けました。ありがとうございました。かわゆい坂田真凜に100の質問。令和に突如現れたタイムスリップガール坂田真凜、そのベールに包まれた素顔を100の質問で解き明かしていきましょう。今回は86問目からのスタートです。はい。それでは質問します。犬派猫派？犬派。一番嬉しい褒め言葉は？かわいいね。100万円もらったら何をしたい？パーティー。仕事と恋愛どちらが大切？仕事。今の自分に点数をつけるなら何点？100点。もしも1日で100万円を使い切るとしたらどんなことをしますか？そうですね、これはね、多分迷うと思うんですけれども、私は昔から大きなキャバレーとか大きな、なんて言ったらいい、ステージ、昔からあるキャバレーを貸し切るっていうのが夢で、なんなら将来結婚式とかもそういうところでしたいなと思っ
ってるんですよね、グランドキャバレーとかで。だから多分100万1日で使い切るってなったら、まず私はいつも休みの日はたくさん寝るんですけれども、朝6時に起きると思います。朝6時に起きて、でちょっと高めの純喫茶、ちょっと高級な喫茶店に行って、そこで薄いトーストじゃなくて厚手のトーストに本物のバターのモーニングを食べたいですね、最初はね。でそこからちょっと計画をして、でまあミス大阪あるじゃないですか、千日前にミス大阪のキャバレーがあるんですけれども、あれよく映画の撮影で貸し切ったりとか、パーティーで貸し切ったりとかされるそうなんですけれども、まあ、どれぐらいの相場か分かんないんですけど、あの規模を1日貸し切るって多分結構な値段だと思うので、ミス大阪さんに行って、すいませんちょっと1日貸し切ってほしいですって交渉して、で貸し切って、でいつも応援してくださってる方とかも全員、私の大好きな人とかも全員呼んで、ミス大阪でパーティー、で私が全部好きなものを食べなさい飲みなさいって言って、100万で足りるかな足りるか分かんないですけど、いつもの感謝の気持ちを込めてそういう貸し切りをしたいと思いますね。はい、許してちょんまげ、坂田マリンの愛夢伝説、そろそろお別れの時間です。今日は神戸の駄菓子屋さん淡路屋の店主伊藤さんにお話を聞いたんですけれども、もうね淡路屋さんに行ってみたい、これは絶対に行こうと思います。この100円ミニクレープを食べて、駄菓子をね大人買いなんてしちゃってたくさんいっぱい買って、で伊藤さんといろいろお話できたらいいなと思っております。いや伊藤さんがこれからのね駄菓子屋さん界隈をもっともっとも盛り上げて、外国の方とかにもね知ってもらえるようになったらいいなと思っております。いやこの番組もあと2回でおしまいですよ、皆さん寂しい。質問も100の質問ももう終わりに近づいてきておりますけれども、そんな寂しいと言ってたら仕方ないので、最後も明るく終わりたいと思います。まだ最後じゃないしね、あと2回があるからね、いきます。番組の感想や私への質問などメッセージも募集しています。宛先はmarin@jocr.jp marin@jocr.jp。 お腹が鳴ってすいません。ではまた来週、バイビー。